ネプチューンは、イギリス海軍の軽巡洋艦、ディアンダー級軽巡洋艦に属する。同級の4番艦で、ネプチューンと名付けられた9隻目の艦である。第二次世界大戦の地中海戦域で活躍した。マルタ島や北アフリカ戦線をめぐる、攻防戦20時中の1941年12月29日、トリポリ沖合で、イタリア海軍が付設した機雷によって沈没した。 1931年9月24日、ポーツマス交渉で帰港。1933年1月31日に浸水。1934年2月12日に収益した。本国艦隊の第二巡洋艦船隊に配備された。1936年8月3日、ネプチューンはドイツのキール軍港を訪問し、ドイツ海軍の軍艦と共に同地で行われた。 韓官式に参加した。折しも1936年夏季オリンピックが開かれており、イギリス海軍はこの機会を利用して自陳したドイツ帝国海軍の巡洋戦艦ヒンデンブルクから引き上げられた事象をドイツ政府に返還した。ドイツ側はヒンデンブルクの名を冠する軍艦が建造されるまでポケット戦艦ドイッチラントで使用すると返答したという。 1937年7月、ネプチューンはアフリカ戦隊に配備され、しばらく姉妹艦、アンフィオンと共に第6巡洋艦戦隊を構成した。南アフリカ周辺で行動する。1939年6月29日、姉妹艦にして第6巡洋艦戦隊の両艦、アンフィオンは、オーストラリア海軍に移管され、ケイジンパースと改名された。8月、パースは、 ネプチューンと別れ、アメリカ大陸経由で、オーストラリア大陸に向かった。9月1日、第二次世界大戦が勃発した。連合国軍の海軍戦力に対して、劣勢のドイツ海軍は、ドイッチラント急走交換や、火葬巡洋艦により通商破壊を開始する。大西洋で、装甲艦アドミラルグラーフ・シュペイが活動を開始したので、ネプチューンも対応に奔走した。 創作中の11月12日、ネプチューンはドイツ客客船、アドルフ・ベールマンを停船させ、動船が自沈したので乗組員や乗客を救助した。一方、出兵は大西洋やインド洋で戦火を挙げたが、12月13日のラプラタ沖海戦で損傷し、12月17日にモンテビデオで自沈した。1940年6月10日、イタリアは、 イギリスとフランスに戦線を布告した。イギリス海軍はアレキサンドリアを拠点とする地中海艦隊に加えてジブラルタルを拠点とする H 部隊を新編して対抗した。6月21日、軽巡洋艦オライオン合衆海軍の軽巡洋艦シドニーなどと共同でリビアのバルディアを砲撃した。同月 MA3 作戦で出撃中に イタリア駆逐艦3隻と交戦し、両艦と共に、イ駆逐艦エスペロを撃沈した。7月9日、ネプチューンは、カラブリア沖海戦に参加した。戦艦、ウォースパイ等沖艦とする地中海艦隊は3つの部隊に分かれており、ネプチューンは、ジョン・トービー中将が率いる海賊の巡洋艦部隊に所属していた。14時47分、京準オライオンが、 イタリア艦隊の売園を発見し、その5分後にネプチューンが敵艦2隻を指認して機関に敵艦隊権有の無電を送った。地中海でイギリス軍艦がこのような信号を発したのは1798年7月のナイルの海戦以来だったという。この海戦でネプチューンはイタリア系寿命艦ジュゼッペガリバルディから命中弾を受けた。一方、ネプチューンは イタリア中巡洋艦ボルツァーノに損害を与えた。巡洋艦部隊同士の戦闘はイタリア有利だったが、ウォースパイトが砲撃を開始してイタリア戦艦を損傷させイタリア艦隊は撤退した。8月からはインド洋に配置転換し、同方面で戦団護衛任務や通称破壊艦の捜索に従事した。その後、ネプチューンは1941年10月に 編成された軽部隊に所属した。この部隊の任務はリビアへ向かうドイツとイタリアの輸送船団の攻撃であった。これらの数軸軍輸送船団は北アフリカ戦線で戦うドイツ陸軍のアフリカ軍団へ兵員と装備をイタリア本土やシチリア島から北アフリカに運んでいた。この数軸軍輸送船団を軽部隊が攻撃し大きな戦果を上げた。 マルタの軽部隊増強のため11月27日、ローリングス海軍少将が指揮する、軽巡洋艦2隻と駆逐艦2隻からなる、B 部隊が、C 部隊と共に、アレクサンドリアから出航し、途中で、C 部隊と別れ11月29日、英領マルタに着いた。11月30日、敵戦団の報告を受けて、軽部隊と B 部隊がマルタから出撃する。 途中で分派された、K 部隊は戦火を上げたが、B 部隊は戦火なく、マルタに帰投した。12月15日、補給物資を積んだ輸送船ブレコンシャーが、マルタへ向け、アレクサンドリアから出発した。同船の護衛として、アレクサンドリアからは、フィリップ・ビアン少将が率いる、K 巡3隻特築艦8隻が同行した。 マルタからも軽部隊と第四駆逐戦隊が出撃し、それに続いてネプチューンと駆逐艦ジャガー、カンダハーも出撃した。17日朝、ビアンの部隊と増援部隊が合流した後、ドイツ空軍やイタリア空軍の空襲を撃退する。北アフリカへ向かう数軸が輸送船団を守るため、出撃していた戦艦3隻を含むイタリア艦隊と遭遇し、 第一次シルテワン海戦が発生した。軽巡特築艦しかいない、イギリス側は圧倒的に不利だったが、艦東して戦艦3隻を含むイタリア艦隊を追い返した。海戦翌日の12月18日、分散していたイギリス艦艇は合流し、各艦はブレコンシャーを越えして同日中にマルタに到着した。海戦後、数軸国船団はベンガ地域と トリポリ行きに分かれた。16時17分に、ウェリントン爆撃機よりトリポリへ向かう戦断の報告があり、それを受けて、軽部隊は18時30分に、マルタより出撃を開始した。出撃したのは、軽巡3隻、駆逐艦4隻で、ネプチューンのオコナー大佐が最先人であった。トリポリ沖には、イタリア軍によって機雷が敷設されていて、機雷船、B、C、D、 E, F が存在しており、軽部隊は、嫌い戦 D に突っ込むこととなった。そこには70ファゾムまでしか付接できない、イタリアの嫌いではなく、より深い場所に付接できるドイツの嫌いが付接されていた。嫌いが付接されたこと自体は知っていた、イギリス側も、このことは知らなかった。12月19日1時6分、戦闘のネプチューンが食雷。続いて、オーロラ。 ペネロピも食雷した。更新で、嫌い腹より抜け出そうとした、ネプチューンは、再び嫌い線 D に突っ込むこととなり、1時16分に、再び食雷。さらに1時18分頃にも食雷した、ネプチューンは、高校不のとなり、東へ漂流していった。そちらには、嫌い線 C があった。なお、別資料によれば、 ネプチューンの最初の食らいは0時30分で、パラベーンが嫌いを爆発させたが被害はなく、また3度目の食らいは1時となっている。また、2度目の食らいは1時12分、3度目は1時25分とも、言う。一方、オーロラは、駆逐艦2隻に護衛されて、マルタイ向かい、3隻が残っていた。オコナーは、嫌い、腹の外まで流されるまで、 ネプチューンの栄光開始を待とうとした。3時過ぎになって栄光作業を始めようとしたものの、その際に接近しようとしたカンダハーが食来。そのまま、キライセンシーまで漂流したネプチューンも4時4分に食来した。キライハラに入る危険は犯せず、夜明けも近づいていたことから、健在艦は救助を断念して撤退し、その後、ネプチューンは沈没した。 ネプチューンでは764名が死亡し、12月24日にイタリアスイライテジェネラーレアキレパパに発見されたカーリーフロート上で一人だけ生きていたものが唯一の生存者であった。または763名中生存者1名。ありがとうございます。